国土交通省は30日、全国にある新幹線の車、両基地と留置線計28箇所のうち16箇所で、すべてか一部がハザードマップなどに示された新、水想定区域内にあると明らかにした。赤羽一嘉国交省は30日の衆院国交委員会で、浸水の影響の大きさや対策の有効性などについて鉄道事業者に検証作業をさせていると述。ベタ。国交省によると、16箇所の内訳は JR 北海道1、JR 東日本6、JR 東海4、JR 西日本3、JR 九州2、新幹線を運行しているすべての JR が含まれている。東日本の1箇所は、台風19号の記録的大雨で北陸新幹線の10編、なりが水に浸かった長野市の車両センター、森、立地による地盤のかさ上げや、排水ポンプの設置など浸水対策を実施済みの場、ところもあるという。国交省は北陸新幹線の被害を踏まえ、全国の鉄道事業者を対象に浸水対策の現状調査を進めている。